ズグロニシキヘビは、ハチウコユーリン目ニシキヘビかオウロコニシキヘビ族に分類されるヘビ。オウロコニシキヘビ族の模式種。別名ズグロパイソン。オーストラリア北部固有種最大全長300センチメートルほど。体色は単光色で、黒や赤葛色の横縞が入る。頭部から頸部にかけては黒い。種小オメラノケファルスは、黒い頭の胃で、和名や英名と同義。 体職には地域により変異がある。砂漠や荒れ地、サバンナ、森林等に生息する。夜行性で、昼間は他の動物が掘った穴や茂みに隠れて休む。食性は、動物食で、爬虫類、鳥類、小型哺乳類等を食べる。主に爬虫類を食べる。繁殖形態は、男性で、1回に3から18個の卵を産む。開拓による、 生息地の減少により、生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。本種の生息地であるオーストラリアは国内に生息する野生動物の輸出を禁止しているため、過去に研究用や動物園での展示用に輸出された個体からの繁殖個体のみが流通する。そのため、繁殖個体のみが流通し、極めて高価である。 野生での生息数そのものは、オ,オウロコニシキヘビ属のオウマより多いようだが、飼育下での繁殖が難しくそのため流通は稀。動物愛護法の改正により、2007年現在、本種を飼育することに対しての法規制はない。野生では主に爬虫類を食べるが、飼育下では大抵の場合マウスに餌付くことが多い。しかし飼育下でも爬虫類しか食べようとしない個体も稀にいる。 ありがとうございます。